皆さんこんにちは。左手のピアニスト、そして国際コンクールの実行委員会委員長の千内武雄です。この度は皆様に向けての配信を埼玉県蕨市の市民会館201-202よりお届けします。ご覧ください。会場にお集まりいただきましてありがとうございます。そして配信をご覧いただいている方々にもお礼申し上げます。今日はですね、この会場、埼玉県蕨市市民会館の201-202より、お届けします。でですね、お話の内容なんですけれども、来年の21年12月の18、19日ですね、大阪府箕面市で開催します左手のピアノ国際コンクール第2回なんですけれども、それに対する取り組みなどをですね、お話とそして映像を交えて説明をさせていただこうかなと思っております。でですね、この流す映像についてのまず説明なんですけども、これついこの間の12月の1日にですね、大阪府の豊中市ですね、豊中市立文化芸術センター大ホールというところで収録をしてまいりました。そして後ほど見ていただきますけれども、使用します楽器はアートヴィンテージスタンウェイと言われるですね、100年前の、ピアノをですね、日本ピアノサービス様から、ご提供いただきまして、使用させていただきました。で、映像の種類なんですけども2種類ほど用意をしております。で、1つ目はですね、アマチュア部門のね、片手演奏の愛好家の方々の映像になります。そしてもう1つはですね、今日のこの配信の回ですね、この回のために、移植した3曲の現代曲の演奏映像になります。本当ね、この楽曲はですね、数日前に出来上がったばっかりでして、左手のピアノ音楽に新たな楽曲っていうんですかね、作曲、芸術作品で言ったらいいですかね、芸術作品が生まれていくっていうですね、その瞬間をね、皆さんと、共有できたらなと思っています。大体ですね、今、先ほど少し数えたんですけども、おそらく 3、40分、もうちょっといっちゃうかもしれないんですけども、結構長い回になるかもしれないんですけれども、まずはね、このプレゼンテーションという形で、演奏映像、そして、お話を通して、その国際コンクール、そして左手のピアノ音楽の取り組みなどを説明させていただきます。でですね、おそらくね、これ、ここに集まられている方々はおそらくもう何回もコンサートなどでね、お聞きいただいていると思うんですけども、配信の、映像を見ていらっしゃる方の中には、左手のピアノ音楽、あまりよく知らないという方も、いらっしゃるかもしれませんので、まずはね、左手のピアノ音楽の歴史から、説明させていただこうかなと思っております。で、これ何もね、最近生まれたわけではなくて、だいたい約ね、300年ほど前にはね、もう楽譜が存在しているんですね。で、結局鍵盤楽器って両手で演奏するわけなんですけれども、その片手の練習、片手演奏用というよりも片手練習用の曲として、楽曲が存在していました。で、その後にですね、約150年ほど前にですね、ブラームスという作曲家がバッハ作曲のシャコンヌ、これは左手演奏用に編曲したんですね。で、そこで初めて芸術作品、芸術性というものをまといました。で、このブラームスなんですけれども、このシャコンヌ、バッハ作曲のシャコンヌという楽曲が非常に好きで、これをなんとかピアノで表現できないかと試行錯誤を繰り返しまして、でそれで最終的に左手で演奏してみたら、ピタッと、はまったと、要するに、ここで初めて左手ならではの、スタイルというものが確立されたわけなんです。で、ここからそれが評判を呼びまして、ドイツ国内で知れ渡っていくことになるんですね。有名な作曲家、ライネッケだったりとか、そういった方々が左手の楽曲を、多く書いてくださいました。で、その後ですね、すぐ後ぐらいなんですけれども、すぐ後って言ったらいいのかな、第一次世界大戦の前あたりになるんですけれども、ゴドフスキーというですね、ピアニスト兼作曲家がいるんですけども、この方はですね、世界最高の指を持つ作曲家のピアニストとも言われてまして、今現代においてもおそらく彼ほど弾ける人はいないんじゃないかって言われるほどすごい技術を持ったピアニストなんですけども、その方が本当にたくさんの左手の楽曲を書いてくださったんですね。それにより、左手のピアノ音楽の技術っていうものが一気に高められた、極限まで、高められたことがあります。そして、そこから来ます、今から約100年前の第一次世界大戦がありまして、そこで右腕を失ってしまったピアニストたち、特にウィトゲンシュタインが中心になるんですけれども、約数千、1000曲以上だった方たちが、今ね、数える3000曲って約3000曲と言われているんですけれども、その数千曲がこの時代に生まれまして、
まあ、そして、まあ、量質ともに、まあ、充実しまして、そこで初めて、まあ、左手のピアノ、楽曲の世界、まあ、要するに一つの、ね、演奏分野として独立していきました。まあ、そういった、ね、まあ、歴史がありました。まあ、しかし、ね、ここにも、ね、少し問題がありまして、まあ、結局この演奏分野っていうのは埋もれてしまったんですね。でなんで埋もれてしまったのかっていうと、まあ、後でもねちょっと説明をしますけれども、まあ、結局あの次世代にこのバトンを渡すことができなかったっていう問題があるんです。でその、まあ、ウィトゲンシュタイン一人の、ね、栄光で終わってしまったとも、ね、言えるんですけれども、まあ、このウィトゲンシュタインの思い、まあ、要するに後世につないでいきたいという思いを、まあ、僕らは継承して、そういった理由からですね、この国際コンクールの冠につけていただいているあの 第1回とか、まあ、前回第1回ですけども、次回が第2回ですけども、ウィトゲンシュタイン記念左手のピアノ国際コンクールという名前になっているわけなんです。なのでね、目的は何なのかって言われると、次世代にどうやってバトンを渡していくのか、まあ、それがこの、 コンクールの最大の目的でもあります。それでですね、まあまあ、これもね、よくね、コンサート、もちろんテレビ番組なんかでもね、説明しているので、もう知ってる方もいらっしゃるとは思うんですが、まあ、改めてちょっと説明させていただきます。まあ、僕はね、なぜ左手のピアノ音楽と出会ったのかということなんですけれども、まあ、これは僕がドイツ・ハノファ音楽大学に、まあ、留学中に、まあ、右手に局所性ジストニアっていう、まあ、病が発症しまして、まあ、それで、まあ、数年間リハビリをしまして、でそのリハビリの後に、まあ、新しいというか、まあ、自分にできる、まあ、音楽活動という道を、まあ、模索を始めたんですね。でそんな時期に、まあ、この左手のピアノ音楽と出会いまして、まあ、調べてみると、まあ、今、まあ、説明した通りなんですけれども、まあ、いわゆるこの苦難の歴史を乗り越えてきた、まあ、そういった芸術でもあるにもかかわらず埋もれてしまっていると、まあ、それだったらこの埋もれてしまった芸術分野を、まあ、世に紹介していけばいいじゃないかと思いまして、まあ、この、まあ、復興普及活動と言ってるんですけれども、まあ、その活動がおそらく自分の使命だろうと思いまして、そこから左手のピアニストと名乗るようになりました。で、まあ、大体これが17年か、もう17年前なんですね。2003年の時でした。でそこからですね、このマイナーな分野をどうやって世界に広めていくのかっていう、まあ、模索を始めたんですね。でちょうどその頃ね、インターネットの話題が結構ニュースで流れ始めたんですね。まあ、いわゆるこの情報がこの、まあ、なんて第三者に渡ってしまうとかね、そういう問題なんですけども、まあ、逆に言ってしまえばね、一度いいものをまあ流出させてしまえば、それがずっと世界を回っていくんじゃないかということを思いまして、まあ、そういったインターネットの特性をまあ利用した活動でありました、まあ、左手のアーカイブプロジェクトという団体をまあ立ち上げました。でそれによって何をしたのかと言いますと、まあ、優れた、まあ、芸術作品をですね、まあ、優れた、まあ、歴史的な楽曲といったらいいんですかね、そういったものの、映像をですね、無償でオンラインで見られるようにした、まあ、そういったところから活動を開始しました。まあ、そしてそれと同時に、まあ、こちら蕨市でもそうですし、そして向こうの、大阪府の方でもそうなんですけれども、演奏活動ね、小さくですけれども数を、ね、たくさんやるようになってきました。そしたらば、やはりそこの会場にはいろんな方が来られるのですが、まあ、そこの会場の中に神戸だったかな、確か小さな、ね、男の子が来たんですね。でその子が僕の演奏を見て、まあ、僕もピアノ弾いてみたいと、まあ、右手がねちょっと不自由だったんですけれども、で千内さん、そういった曲知らないかって言われて、まあ、それからじゃあ探してあげるよって探したんですが、結局ねそこで気がついたんですけれども、左手のピアノ音楽っていうのはそれまで障害のあるピアニストが舞台に復帰するためだけに作られていたんですね。で数千曲もありながら、そういった障害のある子どもたちがチャレンジできる、そういった環境もないという問題があり、まあ、そういった就職過程を、まあ、作っていくことも大切ではないかと思いまして、まあ、そこから、まあ、教育福祉事業なんて言ったりもしてますけど、そういった活動を始めました。でその彼らに、まあ、曲を提供したんですね。でそしたら一生懸命彼ら練習して、まあ、そのうちにみんなで弾きたいということを言い始めまして、まあ、だったらということで、まあ、発表会のような、まあ、いわゆるフェスタと僕たちは呼んでるんですけども、ワンハンドピアノフェスタというものを開催しました。もう合計で東京と大阪合わせるともう15回を超えてると思うんですけども、かなりたくさんやっています。でそこで、まあ、いろんな仲間を、まあ、彼らは、まあ、見つけたわけなんですけれども、まあ、その後にもっと上手くなりたいって言い始めたので、まあ、僕の、まあ、弟子なんかを中心にして、まあ、先生になってもらったりとかして、音楽教室ですね、ワンハンドピアノレッスンというものを立ち上げました。でそこで一生懸命練習をしてくれたんですけれども、まあ、そのうちにまあ、いつか来るかなと思っていたんですけども、彼らの方から「千内さん、コンクールってない?」って言われたんですよ。で、まあ、それだったらということで、まあ、開催したのが、実は18年の11月、見直して開催しました世界初の、まあ、第1回、
ウィトゲンシュタイン記念左手のピアノ国際コンクールということだったんです。でね、これに関してはまた少しね、後で説明をさせていただこうかなと思っているんですけれども、まあ、こういったね、流れの中で、復興復普及活動っていうのを、行うことになりました。そしてフェスタの方も、発表会の、ね、方もそうなんですけれども、この国際コンクールの方もそうなんですが、まあ、これはまずね、障害の、ね、有無を問わないっていう、まあ、参加規定があるんですね。何かっていうと、片手で演奏するっていうルールのもとに、障害者と健常者っていうものが、音楽を通じて、まあ、いわゆる垣のない音楽交流というのを、ね、楽しんでいただきたいって、そういったイベントになっています。であとね、僕も左手で始めた当初、仲間が誰もいなく、まあ、非常に孤独だったんですけども、そういったね、競争し合えるような、ね、仲間がいるというのは素晴らしいなと思いまして、アマチュア部門だけではなくプロフェッショナル部門というものも設けさせていただきました。でこれはですね、2部門やったんですね。結局ね、1つはアマチュアのピアノ部門、そして2つ目が、プロフェッショナルの、ピアノ部門なんですけれども、これに約50人の、まあ、参加がありまして、まあ、それが非常に大きな反響を呼びました。まあ、そして NHK の方も2本の素晴らしいドキュメンタリーを、まあ、作ってくださいまして、そして、放送もしてくれました。で、まあ、今からね、映像をね、流していこうかなと思うんですけれども、まあ、その映像っていうのは何かって言いますと、そのアマチュア部門に参加された方々の、まあ、その後とでも、まあ、言いましょうか、そういった姿になります。で、これはですね、もともとですね、今年開催予定だったんですよ、国際コンクールが。で、それが延期を2回繰り返しまして、まあ、最終的に来年の12月になったんですけども、まあ、その、まあ、延期してしまった時にですね、そのアマチュア部門の彼らがすごくこう、残念がってたんですね。でだったらってことで、まあ、企画したオンラインの、まあ、発表会で、オンラインで発表会するだけではつまらないから、それは大ホールを借りて一人一人の映像を撮ってしまいということで、まあ、参加できる方だけね、参加していただいて、それを収録したという映像なんですね。でそれにインタビューなんかを交えて、一つと、まあ、ドキュメンタリー風になっている、作品です。なので今からね、その彼らの演奏、そしてインタビューを通して、まあ、彼らの音楽に対する情熱を感じていただければと思います。そうしましたら、ご覧ください。弾き始めてすぐに、あ、これは難しくて、もうとてもじゃないけど弾けないということで、もう1年間楽譜を眺めて過ごしていたといいますか。はい。いつか弾きたいなというふうに思いを持っていた大切な曲です。要するに集ってね、歌ったり集ってレッスン対面でできないというような形があったので、4月5月6月ぐらいまでかなは今までのレッスンをオンラインで、なんかもう負けるのが嫌というかね、なんせモチベーションをね、状態で保ちながら進むっていうのがとっても難しかった何ヶ月でしたので、
クールの時に比べてレベル的には少し上がったのかなとは思います。ペダルの使い方がこう少し分かってきたかな、なんかこう ピアノのこう響き、足を使って響かせる、なんかすごくこういいなとこう感じるようになりました。1月に大阪に帰省してきて、そのまま、帰れなくなって、実家にいるんですが、実家にずっといるので、今回参加できたということで、大変の中でラッキーだったかなと思っていたり。はい、ありがとうございます。いや、アマチュア部門 のコンクールの時が思い出されるんですけれども、彼らの演奏を聴いていると、なんでピアノを弾いているのかとか、なんで音楽をやっているのかとか、そういった根源的な問いに対する答えってものを、感じたりもするんですね。で、僕はこの活動の時に苦難の歴史を乗り越えた芸術を、開かれた未来にというスローガンを挙げてるんですけれども、まさにそういった開かれた未来というのが今始まっているのではないかなと思っております。でですね、第2回大会ではですね、実はその作曲部門というのを設けているんですけれども、この作曲部門を設けた理由というのも、実は彼らからの報告というかお話があったわけなんですね。で、今日は、今そこには出てなかったかな、何があったのかというと、その彼らがその楽譜屋さんに行った時に左手のピアノ楽曲がないとか、もしくは弾きたい曲がないということを言われていたんですね。僕はいつもそういう時っていうのは、ないなら自分で切り開いたらいいじゃないっていう、そういう考えの持ち主なんですけども、そうは言ってもなかなかそういった環境っていうのはないのではないかなと思ったわけなんです。それだったらこのコンクールを通して、彼らに楽曲をね、なんていうのかな、自分の好きな楽曲が弾けるようになる、そういった環境をプレゼントできないかなと思って、いろいろ考えて、そして作曲部門を設けたんです。それ何かというと、この作曲家と、演奏者を近づけることによって、いわゆるこの演奏者側から作曲者側にこの移植をするっていう、そういった、行為を今度の、コンクールで、実現させていきたいなと思っているわけなんです。もともとクラシック音楽っていうのはもちろん作曲家の歴史ではあるんですけども、実は本当を言うと曲を依頼した人の歴史でもあるんですね。で、これが今の状態だと、やっぱごく一部の限られたプロの演奏家が作曲家に移植している、それだけの世界なんですね。でもそうではなくて、もっとアマチュアの方々が声を上げて作曲者に自分が好きな曲だったりとか、こういう曲を書いてほしいなって、そういった依頼をすることによって、クラシック音楽界全体も、こうもっと反映していくのではないかなと思っているわけなんです。そういった循環というものが、これから音楽、クラシック音楽界では必要とされているのではないかと思い、
まあ、それだったら、まあ、この左手の、ね、ピアノ国際コンクールを使ってちょっと試してみようというか実験してみようというそういったところがね実はその始まりだったりするわけなんです。まあ、そしてね、まあ、こういったね何よりもねこのそういった試みもあるわけなんですけども、まあ、今からねまた映像を見ていただくわけなんですけれども、まあ、この新たな、ね、芸術作品が生まれてくるという喜びはね本当に僕にとっては大きな刺激なんですね。柔軟な発想であったりとか、まあ、新たな表現というものが、まあ、この新しい曲によって開拓されていくような気がしております。でですね今からねこのね演奏映像を見ていただくんですけども、この配信の回のためにね実はこの4人の作曲家に曲を移植したんですね。で今日はねちょっと時間の都合でですね3人の楽曲映像を見ていただこうかと思っております。まあ、ただねこの4曲の、まあ、素晴らしい楽曲が生まれたということを、まあ、ここに、まあ、報告をさせていただきます。で演奏なんですけれどもまずはね僕の演奏なんですけれども、北爪道夫さんのアンプロンプテュそして、近藤浩平さんの三段橋と八幡高原という2曲ですね。そしてその後にですね、まあ、演奏者変わりまして第1回、左手のピアノ国際コンクールのですねプロフェッショナル部門の優勝者であります高岡仁さんの演奏による川上治さんの作曲の「バラクーダ」という曲を、お聴きいただこうかと思っております。まあ、そして、ちょっとですねその環境についても、簡単に説明をさせていただきます。これはまあ、先ほどはね100年前のピアノってことをお伝えしてますけどね、まあ、話を大体総合すると、まあ、見えてくるんですけども今左手のピアノ音楽が全盛期にありましたその100年前の音をねなんとかこの、まあ、お届けしていきたいそんな思いもねありましてこの左手の、日本ピアノサービス様のね、まあまあ、ご好意によりね CD135 という素晴らしいピアノをですね豊中の方に運び込みましてそして収録を行いました。そしてこの豊中の文化芸術センターはですね、本当に今最もね評価の高いホールの一つなんですね。まあ、今ね見ていただいたような通りですけども、素晴らしい、まあ絵的にも素晴らしいんですけども、響きも本当に素晴らしいホールだと思います。そうしましたら、そちらの方を再生お願いいたします。Thank you.
はい、そうしましたら続きましては、第1回のね、プロフェッショナル部門優勝者の高岡さんの演奏で、川上治のバラクータですねの楽曲をお聴きいただこうかと思います。ピアニストの高岡仁です。川上治作曲バラクーダを演奏します。
はい、ご覧いただきましてありがとうございます。三者三様が、ね、全く違う多様性のある表現を、ね、感じていただけたのではないかなと思います。まあ、作曲部門を、ね、開催する意義というのも、ね、少し感じていただけたらなと思っておりました。そろそろ、ね、まとめの方をしなければいけないんですけども、第2回大会は先ほどから、ね、アナウンスしている通りなんですが、来年の12月18日19日、まあ、大阪府の箕面市メイプルホールで、ね、開催をいたします。で、部門はですね、アマチュアピアノ部門、そしてプロフェッショナル作曲部門を予定しております。まあ、ぜひ、ね、皆さんにはもちろん作曲、そしてピアノ、まあ、もちろん聴衆としての、まあ、ご参加を、ね、お待ちしております。最後になりましたけれども、この配信環境を提供してくださいました埼玉県蕨市の皆様、そしてわら音の関係者の方々に本当に、とても感謝しております。ありがとうございます。そしてあと先ほどから映像にも出てきましたアートヴィンテージスタンウェイですね、この素晴らしいピアノを提供してくださいました日本ピアノサービスの皆様にも、ね、感謝をしております。そしてあと、ここのホールですね、豊中文化芸術センターですね、この収録会場の提供してくださいまして、まあ、サポートなど、大変お世話になりました。ございます。またね、この左手のピアノ国際コンクール実行委員会の話題2回に向けて活動を、ね、開始しておりまして、また次回ね、会場で、ね、お会いできることを楽しみにしております。まあ本当に長い時間になってしまいましたけれども、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。またどこかでお会いできることを楽しみにしております。以上です。ありがとうございます。